昔々あるところに、エマという心優しく歌とダンスが大好きな女の子がいました。わあ、こんなところにお花畑があったんだ。今度のぞみちゃんを誘ってピクニックしたいな。あ、小鳥さんが歌ってる。いいなあ、楽しそう。私も一緒に踊っちゃおう。やっぱり歌もダンスも楽しいな。え、すごい、すごすぎるよ。あなたの歌とダンス、すっごくキラキラしててワクワクしちゃった。ありがとう。初めましてだよね。私はエマ。あなたのお名前は？チカだよ。エマさんのダンス、とっても素敵だね。ダンスって、見てる方もやってる方も笑顔になれるから、私大好きなんだ。姉、一緒に踊ってもいい？もちろんだよ。一緒に踊ろう。やったくるっと回って、ステップ。チカちゃん、そのステップかっこいい。まだまだこんなもんじゃないよ。よっ、はーっと。すごい。ねえ、そのステップ私にも教えて。いいよ。ここはこうしてこうしてこう。あ、そうそう、赤ちゃんの教え方が上手だからだよ。ダンスの先生みたい。私なんてまだまだ全然だよ。先生はもっとすごいし。実はね、私ダンスの練習中に抜け出してきちゃったんだ。え、どうして？ダンスが好きって言ってたのに。嫌なわけじゃないんだ。ただもっとワクワクするようなダンスが踊りたいのに、なんだかしっくりこなくて。それで練習を抜け出してきちゃったの？うん。でもエマさんを見てたらワクワクしたの。私が踊りたかったのってこれなのかもって。だからお願い、私ともっと一緒に踊って。そういうお願いなら喜んで。私もチカちゃんと踊るの楽しいもん。ありがとう。それじゃ。チカさん、どこにいるんですか？抜け出してきたから、見つかったら怒られちゃうよ。チカさん、どこですか？この辺りにいることは分かっているのですよ。まずい、早く逃げないと。ごめんね、エマさん、また遊ぼう。
城の舞踏会なんて私は行けないよ。わあ、綺麗なお花畑、連れてきてくれてありがとう、エマちゃん。うん、エマちゃん、何か悩みがあるんじゃない？え？どうしてわかるの？わかるよ、だって友達だもん。エマちゃん、よかったらうちに話してみてよ。実は…なるほど、最近エマちゃんの元気がなかった理由はそれだったんやね。どうにかしてお城の舞踏会に行きたいんだけど、舞踏会に行くには招待状がいるでしょ。私の家には招待状来たことないし。うち舞踏会に行く方法一つ知ってるよ。本当？どうすればいいの？それじゃあまずはそこに行くためのお洋服を買いに行かなきゃいけないね。え？お洋服？さ、うちについてきて。着替えたのはいいけど、ここダンスホールだよね。ドレスの子がたくさんいるけど、何かあるの？今からここで舞踏会のオーディションが開かれるんだ。この間街で会った子に教えてもらったの。オーディション？王女様がダンス好きで、大勢に参加してほしいけど、全員は人数的に呼べないでしょ。だからオーディションを開催するんだって。じゃあこれに合格したらチカちゃんに会えるんだね。そういうこと。一緒にオーディションを突破して舞踏会に行こう。うん、私頑張るよ。あなた、ちょっと待って、背中のリボンがほどけそう。え？私？あ、いやー、本当だわ。今結ぶから少しじっとしてて。のぞみちゃん、そっちを持ってもらってもいい？うん。ほどけないように固く結んでと。はい、治ったよ。シューシュー、二人ともありがとう。どういたしまして。結び直したリボンはピンで固定したから、激しく踊っても大丈夫だよ。キャッ、助かるわ。ところで、あなたたち名前は？ドレスを着てるってことはオーディションの参加者よね。うん、私はエマ。うちはのぞみだよ、よろしくね。エマとのぞみね。私はランジュ。二人もダンスで一番になりたくて舞踏会に行くの？ううん、私はお友達と舞踏会で会おうねって約束してるんだ。うちもそのお友達に会ってみたくて、一緒にオーディションを受けに来たの。キャッ、そうだったのね。お友達に会いに舞踏会を目指すなんて素敵じゃない。では、これより舞踏会オーディションを始めます。我々審査員がホールを回って審査をいたしますので、各自自由に踊ってください。あれ？あの人どこかで見たような。さあ、二人とも行くわよ。もう審査は始まってるわ。センターを取って、いっぱいアピールしないと。ランチもエマたちが言ってることをお友達になりたいわ。3人で合格して絶対舞踏会に行きましょう。
よーし、みんなで楽しく踊っちゃおう。あの3人、なんて楽しそうに踊るんでしょう。会場中があの3人から目が離せませんわ。最初の合格者は決まりましたわね。ちゃん、よかったね。これでチカちゃんに会えるよ。うん、やったー。オーディション合格してよかった。明日はいよいよ舞踏会、またチカちゃんに会えるよね。でも、私ちゃんと上手に踊れるかな。大丈夫、あなたなら踊れますよ。え？こんばんは。こんばんは。あなたは？私は海、舞踏会の関係者です。参加者に悩んでいる女の子がいると聞いてお話を聞きに来ました。え？よかったら何に悩んでいるのか教えてもらえませんか。せっかくの舞踏会、あなたには心から楽しんでもらいたいので。実は明日の舞踏会でお友達と会う約束をしているの。でも舞踏会には大勢の人が来るから、ちゃんと会えるのか分からなくて。それに、私よりダンスが上手な人もいっぱいいるだろうし。そんな中で私のダンスを見たら、チカちゃんにがっかりされちゃうんじゃないかもって。なるほど、そういうことだったのですね。エマは歌とダンスは好きですか？もちろん、歌うのも踊るのも大好きだよ。では、あなたにこの靴を差し上げます。え？こんな綺麗な靴、いいの？はい、この靴は歌とダンスを心から愛するあなただからこそふさわしいのです。サイズもぴったりでしょ。本当だ。どうして？明日はこの靴を履いて舞踏会に参加してみてください。この靴はきっとエマに勇気を与えてくれますよ。勇気？この靴はあなたが一歩踏み出すお手伝いをします。エマのダンス楽しみにしていますね。ありがとう。明日精一杯頑張るね。あれ？いない。どこに行ったんだろう。昨日の人、急にいなくなっちゃったけど、どうしたのかな。舞踏会の関係者って言ってたし、今日また会えるといいんだけど。おーい、エマちゃん。エマー、こっちよ。のぞみちゃん、ライジュちゃん。エマの靴、すっごく素敵ね。本当だ。そんな靴初めて見たよ。綺麗だね。ありがとう。二人に会えてよかった。人がいっぱいいて会えるか不安だったから。確かにすごい人だよね。お城の舞踏会だから有名な人もたくさん来てるし。うん、なんだか緊張しちゃうな。
大丈夫、エマちゃんにはうちらがついてるよ。そうよ、それにランジたちなら心配ないわ。昨日あんなに盛り上げたんだもの。そうそう、とりあえずダンスが始まるまで会場を見て回ろうよ。チカちゃんもきっといるだろうし。そうだね、せっかく舞踏会に来たんだもん。二人とも見て、あっちにおっきなケーキがあるわ。あーすごい、おいしそう。ケーキの前で記念撮影もできるんだって。撮ってもらおうよ。うん、じゃあランジュちゃん早速写真を。見て見て、あそこで大道芸をやってるわ。ランジュちょっと見てくる。待ってランジュちゃん、一人で行ったらはぐれちゃうよ。あいや、みんなと離れ離れになるのは嫌よ。でも大道芸ももっと近くで見たいわ。それじゃあ手をつないでいこう。これならはぐれないしね。ナイスアイデアよのぞみ。それじゃあランジュ真ん中がいいわ。のぞみとエマ二人と手をつなぎたい。いいよ、三人並んで歩こうね。あれ、なんか会場がざわつきだしたね。今日の舞踏会を主催した王女様とお月の家庭教師の先生がやってきたみたい。ほら、あそこ。え、チカちゃん？エマのお友達って王女様だったのね。こんなことってあるんやね。違うの、私も全然知らなくて。どうしよう、王女様に声なんてかけられないよ。大丈夫よ、チカが王女様でもそうでなくてもエマのお友達には違いないわ。うん、ランジュちゃんの言う通りだよ、エマちゃん。うちらも一緒に行くから声かけに行ってみよう。二人とも、うん、私チカちゃんに会いに行きたい。それじゃあエマを真ん中にしてみんなで手をつないでいきましょう。はぐれちゃわないように。ありがとう、のぞみちゃん、ランジュちゃん。人が多すぎて全然チカちゃんに近づけないよ。さすが王女様、いろんな人が挨拶に行ってるからか人波が全然切れないね。ダンスも始まったし、いっそランジュたちが踊ってチカに見つけてもらいましょうよ。ランジュダンスなら負けないわよ。ってあれ、音楽が止まっちゃったわ。何かトラブルでもあったのかな。音響に不具合が出ていて音楽が流せないみたいです。復旧を急いでいますが、もう少しかかるそうですわ。わかった、復旧しないんじゃみんな不安になっちゃうよね。私来てくれたみんなに事情を説明してくるよ。いえ、きっと大丈夫です。あ、海ちゃん。音楽再開しないね。周りの人たちも何があったんだろうって不安そうにしてるし。せっかくみんな楽しみにしていた舞踏会なのに。でも私にできることなんて。ダンス
スって見てる方もやってる方も笑顔になれるから私大好きなんだ。この靴はあなたが一歩踏み出すお手伝いをします。そうだ、私にできることあった。みんな、音楽がないなら歌えばいいんだよ。みんなで一緒に歌おう、そして踊ろう。ララララララ、チカちゃんに教えてもらったステップも踏んじゃおう。ランジも踊るわ。こんなにワクワクするダンス、ランジュ初めてよ。会場のみんなが笑顔になっていく。さすがエマちゃんやね。みんな一緒に楽しもうよ。ランジもチカと一緒に踊りたいわ。うちも混ぜて。うちもチカちゃんとお友達になりたいし。うん、みんなで歌って踊ろうよ。うん、みんなで楽しんじゃおう。よかったですね、ダイヤ。何のことでしょうか。最近大好きだったダンスをしていても、チカの笑顔が少ないと悩んでいたのは誰だったでしょうか。それはチカさんの元気がないと周りの者たちがいらぬ心配をしますから。確かチカが町の女の子と仲良くなったのを知って、舞踏会に呼べるようオーディションを開こうと提案したのはダイヤでしたよね。もう海さん、意地悪を言わないでください。少しからかいすぎましたね。まあ私もすごく楽しかったです。まさか魔法使いの私が頼まれたのが、魔法の力でオーディションのことを町の女の子全員に言って回ることだなんて。海さんには本当に感謝していますわ。チカさんにいいお友達ができて本当によかった。舞踏会を盛り上げて窮地も救っていただきましたし、チカさんの笑顔も戻ってほっとしましたわ。なら次はダイヤが楽しむ番ですね。チカ、私たちもダンスに入れてください。え、もちろん。ダンスはみんなで踊るから楽しいんだもんね、エマさん。うん、ダンスは見てもやっても楽しいけど、一番楽しいのはみんなで一緒に踊ることだもんね。無事に舞踏会で再会できたエマとチカは、それからもずっとみんなと一緒に仲良く歌って踊って暮らしましたとさ。
カさん、もう30分も手が止まっていますわよ。だって、わかんないんだもん。なんか、今日は調子悪いのかも。あ、だから、勉強はまた明日にしない？ダメです。そうやって先延ばしにするから、一昨日のテストであんな点数を取る羽目になるんです。今週中にこの問題集が終わらなかったら、週末はみっちりお勉強会をいたしましょう。そんな。でも練習は？もちろん練習もおろそかにはしません。全員に来週末までの特別メニューを私が用意します。ですから解き終えたら週末ちかさんが行きたいところへ遊びに行きましょう。本当？どこに行こっかな。カラオケも行きたいし、ゲームセンターも行きたいし。あ、美味しいものを食べに行くのもいいよね。東京に行ってスクールアイドルのライブを見るのもいいかも。まったく気が早いですわ。まずは今日の分のノルマをこなすことが先です。うん、道は険しいよ。では今日のノルマがちゃんと終わったら、帰りに二人で甘いものでも食べに行きましょうか。いつもの喫茶店にみかんをたっぷり使ったケーキが期間限定で販売されているそうですわ。みかんたっぷり。あ、行く行く、早く終わらせて絶対食べに行く。では頑張りましょうか。わからないところがあればすぐに言ってくださいね。うん、よし、やるぞ。ちかさんは本当にお世話のしがいがありますわね。ここでターンと。どう？やはりこの振り付けだとしっくりこない気がします。改良が必要ってことよね。もう少し考えてみよう。ありがとうございます、のぞみ。例えばなんですが、ターンの代わりに足を上げるポーズを取るのはどうでしょうか。いいね、ちょっとやってみようか。ではもう一度、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。ここで足を上げてポーズ、どうかな。いいと思います。ではこの動きで進めていきましょう。よかったね、うみちゃん。さっきうちも思いついたんだけど、足を上げる前に隣の人と手をつなぐのはどうかな。いいですね、歌詞とも合いそうです。それじゃあ早速やろうか。うみちゃん、お手をどうぞ。なんなんですか、のぞみ。Shall we dance?ダンチャって。もうのぞみったら。うみちゃん、うちと一緒に踊ってくれませんか。はい、喜んで。それじゃレッツダンス。写真撮影できるなんて嬉しいな。うん、昨日かりんちゃんにいろいろポーズを教わってイメージトレーニングしてきたんだ。
てくれたみんなが喜んでくれたらいいな。あなたにそうやって褒められると顔がポカポカしてきちゃう。あ、もうすぐ撮影の時間みたい。上手にできてよかった。もちろんだよ。どうぞ。でしょ、かりんちゃんがヘアオイルを貸してくれたの。でもあのお姫様みたいに髪が長いと溶かすのも大変そうだよね。あなたがそう言ってくれるなら髪の毛伸ばしちゃおっかな。だからちょっと不安で。ありがとう。じゃあちょっと手を借りるね。おお、この靴ひひひ、綺麗でしょ。実はね、ある人からのプレゼントなんだ。なんだかこの靴を履いているとどんなに緊張していても一歩踏み出す勇気をもらえる気がするの。なんてね。それじゃあ今日の舞踏会全力で楽しもう。そのためにもあなたはずっと私の隣にいてね。